3つのゼロ、それは次世代のモビリティ社会が目指す姿です。自動車などのモビリティは人を運び、物を運び、私たちの社会を豊かにしてきました。ですが現在のモビリティ社会はエンジンから排出される CO2、 交通事故、都市部における深刻な交通渋滞などさまざまな問題を抱えています。それらをゼロにすることで次世代のモビリティ社会はさらに豊かになるでしょう。次世代モビリティ社会の株式に投資、次世代モビリティ社会創生株ファンド、愛称モビリティライフ。3つのゼロは自動車産業に変革をもたらすキーワード、ケースによって実現の可能性が高まっていると考えています。ケースとは自動車産業に変革をもたらしている4つの分野の頭文字を取ったキーワードです。コネクテッド、つながる、オートノマス、自動運転、シェアリング&サービス、共有、エレクトリック、EV などの電動化を指します。AI 技術の進展や世界の環境規制などによって、この変化はすでに始まっています。次世代モビリティ社会は、このゴールを本気で目指す企業たちによって作られていくと期待しています。そのキーワードがケースなのです。本動画の前半では、ケースによって次世代モビリティ社会が目指すゴールである3つのゼロがどのように達成されるのか、後半では幅広い業種の中から自動車産業における技術革新や構造変化等によって高い成長性や競争力などが期待される次世代自動車関連企業の株式に投資するファンド、モビリティライフの運用状況をご紹介します。走行時において CO2 排出ゼロを達成するためにはケースの E、 電動化が不可欠と考えています。世界各国でカーボンニュートラルを目指すことが宣言されるなど、環境規制を背景に電気自動車、いわゆる EV 市場は拡大フェーズに入っています。世界の自動車販売全体に占める EV 比率は2020年10月から12月で 6.5% ですが、2030年には 30% 程度になると予測されており、ますます拡大が見込まれます。今後の EV 市場での注目点は何でしょうか。バッテリーの調達力であると考えています。今後の EV 市場での競争力を考える上で重要です。2025年以降はバッテリーの主要材料であるニッケル、コバルトなどの上流資源の供給が逼迫し、バッテリーの供給が足りなくなってくる可能性があるからです。 EV メーカーの中には自らバッテリーの生産に乗り出す動きが散見されますね。はい、例えばテスラは2030年に3000ギガワットアワーものバッテリーを自社生産することを計画しています。そしてすでにリチウムやニッケルといった上流資源についても自社で確保を始めています。またフォルクスワーゲンも2030年に240ギガワットアワーのバッテリーを自社生産することを発表し、将来の EV 生産に対して関与を強めています。3000ギガワットアワーとは1年間で使用する1世帯の電力量の約70万世帯分にもなります。このように EV ビジネスにおける垂直統合を実現しつつあるという点で、テスラは一歩も二歩も先を進んでいると言えるのではないでしょうか。交通死傷者ゼロを目指すにはケースの A である自動運転の技術が不可欠と考えています。例えば日本の国土交通省によれば、全死亡事故の 97% が運転者の違反に起因しています。こちらはカリフォルニア州で実施されている自動運転の走行距離データです。ゼネラルモーターズ傘下のクルーズをはじめ、 Google 傘下のウェイモーなどのアメリカや中国の企業が先行していますね。はい、走行データの収集は自動運転の技術向上に非常に重要とされています。 AI 技術がコアである自動運転分野ではアメリカに一日の長があると見ています。また自動運転技術の実用化を成功させた企業は
無人で運行できるロボットタクシーなどのビジネスに活用することができます。利用者から長期的に安定的な収入を得ることができると考えられ、次世代モビリティ社会のまさにコア技術になると見ています。こちらはケースの S 共有と C つながるが関係しています。ライドシェアサービスは運転者と利用者をマッチングさせ、配車、ルート指定、決済までスマートフォン一つで完結できるサービスです。日本ではあまり馴染みがありませんね。日本ではあまり馴染みがありませんが、海外では Uber、Lyft、DD 中心、グラブといった会社が広くサービスを提供しています。現在は人が運転する車を配車しているのに対して、将来は無人のロボットタクシーを配車することが予想されます。つまりライドシェアリング事業者は将来のロボットタクシーのプラットフォーマーと言えるのではないでしょうか。この分野で重要なキーワードは何ですか。この分野で重要になるのが需要予測です。いつどこでどれくらい移動需要が発生するのかを季節、天候、その日のイベント状況などから正確に予測し、そこにロボットタクシーを効果的に配車することで渋滞のない効率的な交通システムを提供することができます。また情報端末としての機能を搭載したコネクテッドカーがセンサーによって車両の状況や周囲の道路状況などの情報を取得し、ネットワークを介して集積・分析することで新たなサービスが期待できます。この分野でも競争力の源泉は AI 技術であり、重要になるのが人の移動に関するデータ量です。各地域に根ざしたデータ収集が必要となることから、その地域でのシェアが高いライドシェアリング事業者が活躍すると考えています。まだサービスの普及は初期段階ですが、将来的には非常に大きな市場に発展すると見ています。ここからは当ファンドモビリティライフの2021年4月末時点での運用状況をご紹介します。当ファンドは2018年3月から運用を開始しました。2021年4月末時点では分配金再投資の基準価格では14,229円になっています。組入れ上位10銘柄はご覧のようになっています。国・地域別比率ではアメリカ、中国、日本などが組み入れられています。当ファンドが設定された2018年からのモビリティ技術の向上や最新技術の普及は目を見張るものがあります。例えば技術面では、数年前ガソリン車並みに1回の充電で400キロから500キロの航続距離を走れる EV は難しいと言われていました。しかし現在発売されている EV ではガソリン車並みの航続距離を達成しているものも多いです。また環境意識の高い欧州では2020年後半から急速に EV 販売台数が伸びています。同様に自動運転に関しても、数年前は市街地を自動運転で走行するのは難しいと言われていましたが、米国や中国では地域を限定してですが、無人ロボットタクシーの商業サービスがすでに始まっています。人間の工夫や改善の力はすごいとつくづく思います。高い成長性や競争力などが期待される次世代自動車関連企業の株式に投資するファンド、モビリティライフ。次世代のモビリティ社会が作る豊かな生活に投資してみませんか。ファンドの目的、特色、投資リスク、ファンドの費用、留意事項については表示画面を一時停止してご覧ください。